こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは火山癖が地球最新情報と元気をお届けしております。さて皆さん、今ですね、緊急で動画を撮影しております。落ち着いてご覧いただきたいなというふうに思います。で、今回なんですけども、本当にやばいかもしれません。現在、国内で巨大地震の前兆の可能性があるということが判明いたしました。下手をすれば、48時間以内に大地震の恐れがあるということなんですね。 で今日の動画では、どこで大地震が危ないのかということと、どんな地震が予想されるのかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。国内で48時間以内に震度7の恐れということでね、3つのテーマをご意いたしました。まず1つ目、今回の地震。48時間以内に震度7の恐れがある理由。今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。 まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後日本、地震に要注意です。今すぐ備えをチェックする必要があるということなんですね。なぜそんなに言えるのか、それはこの動画を最後まで見ていきすと、とってもよくわかりになりますので、ッドも最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。 まずは今回の地震が起こった場所ですが、西の島から北に895キロほど行ったところにいます。千葉県で地震が起こりました。この千葉の沖のあたりで新たな地震が起こったわけですね。今回の地震はこちら、昨日12月21日の20時29分頃に、千葉東方沖で地下深さ20キロメートル、マグニチュード4.8、最大震度2の地震が発生いたしました。 最大震度にってどれぐらい揺れるのかと言いますと、家にいる人が揺れを感じる場合があります。または、ポンズの液体が動くぐらいの地震だったということですね。では、この地震について詳しく見てまいります。まず、千葉県の地下の様子なんですが、太平洋プレートとフィリピン海プレートの2枚のプレートが沈み込んでいる環境です。今回の地震なんですが、北米プレートとフィリピン海プレートの境界付近で発生いたしました。 プレート境界付近の地震であるということですね。今回の地震は、地面の割れ目断層が押されることによってずれ動く逆断層型の地震が発生したというふうに考えられます。で、今回の地震の問題点はですね、その後も千葉、東方沖でマグニチュード5クラス地震が連発しているということなんですね。こちら21日から22日にかけて発生いたしました。 マグニチュード5クラ地震の様子を映しております。この21日から22日にかけまして、マグニチュード5クラ地震は、1、2、3、4回発生しているということですね。まずはこちらが上にあるのが今回の地震になります。20時29分にマグニチュード4.8。そしてその後も23時4分にマグニチュード5.3。 22日、本日ですけどもマグニチュード5.0、さらに5.1の地震もですね、続けて起こっているということなんですね。で、これらのマグニチュード5クラス地震も、やはりフィリピン海プレートと北米プレートの境界付近で発生した地震であるということなんですね。さらに、今回の地震、これだけではありませんでした。 多数の小さな地震も合わせて発生しているということなんですね。こちら21日から22日にかけて発生いたしましたすべての地震を映しておりますけども、見ていただくとですね、ブワーっとたくさんのね、地震が起こっているということなんですね。 実はですね、皆さん、今回のこの地震ですけども、もしかしたら震度7につながる可能性も考えられるということですね。では、なぜですね、この今回の地震が48時間以内に震度7の恐れがあるのかということで、続きまして詳しく見ていきたいと思います。 まずこの今回の地震ですが、震度7の恐れがある理由は、それはズバリ東日本大震災の前兆と似ているからなんですね。詳しくお話しさせていただきます。まずは2011年の東日本大震災の事例を見ていきましょう。マグニチュード9.0最大震度はポンズが蒸発する最大震度7で犠牲者22000人以上出しました大災害ですね。 この東日本大震災のメカニズムは大陸プレートがピョーンと跳ね返ることによって発生いたしました大きな地震でございます。この東日本大震災には大きく3つの前兆があったというふうに考えられております。まず1つ目、スロースリップ現象。2つ目、プレート境界付近で活発な地震。そして3つ目、2度目のスロースリップ現象があり巨大地震が発生したということですね。 では詳しく見てまいりましょう。まずは巨大地震の前兆その1、スロースリップ現象ですね。スロースリップ現象って何ですかって思われた方いらっしゃると思います。これは大陸プレートがゆっくりと跳ね返る現象なんですね。この大陸プレートがですね、じわ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 ゆっくりとですね、動いていくと、こんな感じでね。このような現象をスロースリップ現象と言います。 東日本大震災の巨大地震の1ヶ月前にこのスロースリップ現象が確認されました。東日本大震災のですね、ちょうどこの赤ってところですね。1ヶ月前にスロースリップが起こっていたんですね。そしてもう一つ、プレート境界付近で活発な地震が起こりました。このスロースリップ現象が起こっていたあたりでですね、今度は次はこのプレート境界付近で活発な地震が発生したということです。 この活発な地震は、東日本大震災の2日前の3月9日に、マグニチュード7.3の地震が発生したんですが、この地震を機に活発な地震が発生したということです。こちらが実際の東日本大震災の2日前の様子でございますが、見ていただきますと、ご覧の通り、この2日前に多数の地震が起こっているということがわかりますね。そして全長その3。 2度目のスロースリップ現象でございます。2度目のスロースリップ現象は、この3月9日のマグニチュード7.3の起こったあたりで、スロースリップが発生したということですね。そして、この3つの前兆の後、発生したのが東日本大震災だったということです。これと同じようなことが、千葉東方沖で起こるかもしれないということですね。どうして千葉東方沖が危ないのか、それは大きく2つの理由があります。 まず一つ目、スロースリップ現象が確認された場所であるということ。そして二つ目、今、プレート境界付近で活発な地震が起こっているからであります。一つ見ていきましょう。まずはですね、今回地震が起こった場所なんですね。ちょうどこの赤四角のところ、2018年の6月にスロースリップ現象が確認されていた場所なんですね。そしてもう一つ危ないのが、理由が、今、プレート境界付近で活発な地震が起こっているということですね。 昨日から今日にかけまして、この千葉の東方期で、プレート境界付近で活発な地震が起こっているということになります。ここまでの前兆を見ていただきましょう。まず、東日本大震災の前兆ですけども、スロースリップ現象、プレート境界付近で活発な地震、二度目のスロースリップ現象があった後に、大地震が発生しました。 そして今回の千葉東方沖での現象を振り返ると、まずはスロースリップ現象が起こっていた場所である。そしてこの度、本日昨日から今日にかけて、プレート境界付近で活発な地震が起こっているということです。この千葉東方沖での現象は、東日本大震災と似ているということが言えるわけですね。 そして、この東日本大震災ですね、多数の地震が2日前に起こっておりましたけども、今回の千葉、東方期の多数の地震、もしかしたらですね、これは全長を捉えている可能性があるということで、下手をすれば東日本大震災と同じ状況であれば、48時間以内に大地震が起こってしまう可能性があるのではないかということですね。なので、この地震については、これ、あの、要注意ですよと、この心にですね、止めておく必要があるんだということですね。 では、もし大地震が起こってしまった場合、一体どんな地震が予想されてしまうんでしょうか。まず結論から言いますと、相模トラフでマグニチュード7クラス大地震の可能性が高いということですね。詳しく見てまいりましょう。 まず関東の巨大地震といえばどこで起きるのかそれはですね、東京の南にあります、相模トラフと呼ばれている場所なんですね。ここが深い溝になっておりまして、巨大地震がドカーンと起こってしまうわけであります。例えば、この相模トラフで起こりました巨大地震といえば、1923年の関東大震災ですね。最大震度6以上、マグニチュード7.9、犠牲者10万5000人以上出しました大きな地震です。 この関東大震災はマグニチュード8クラスの巨大地震でございました。ここまでの関東大震災というのはですね、年代は1923年、1495年、1703年、そして一番新しいのが1923年ということでありまして、ここまでの関東大震災、マグニチュード8クラス地震というのは200年の間隔で発生してきたということなんですね。 最後のマグニチュード8クラス巨大地震が1923年で200年間隔で発生するということは次はマグニチュード9 8クラス巨大地震というのは2100年代に発生するということになります。ということはですね、今危ないのはこの関東大震災よりも一回り小さいマグニチュード7クラス地震が危ないということになります。 関東で起こりましたマグニチュード7クラス地震の代表例といたしましては、江戸の安政の地震ですね。安政江戸地震ですね。1855年10月2日にマグニチュード7.4、マグニチュード7クラスですね。最大震度6強、犠牲者1万人以上出しました。大きな災害でございます。で、ここでどうしてここまで犠牲者増やしたのかというと、これは火災が大きな原因だというふうに考えられておりますね。 で、まあ、こういった災害がですね、もしかしたら、この令和の時代に起こるかもしれないんだということですね。予想される大地震の場所ですが、どこかというと、それはズバリもちろんこの相模トラフですね。今、プレート境界付近で、相模トラフのプレート境界付近で地震が活発ですから、この地震が活発なところでマグニチュード7クラス地震がドカーンと起こってしまう可能性があるということですね。 予想される大地震のメカニズムは、こちら、東日本大震災と同じ、大陸プレートが跳ね返る大きな地震が発生してしまう恐れがあるのではないかということです。もしこのような大きな地震が発生してしまった場合、津波が発生する恐れがあります。津波が起こりますと、内陸部に被害が拡大してしまう恐れがあるということでございましてですね、これ気をつける必要があるんだということです。 で、今ですね、地震に備える必要があるということです。現時点でですね、水や食料の確保、そして避難経路の確認、ハザードマップですね、もし津波が来たら、どれぐらいの高さまでやってくるのかですね、これをですね、安全確認する必要があるということですね。 ということで皆さん、今後も要注意でございます。また新しい情報が入りましたらすぐにお届けいたしますので、情報を見逃さないためにも、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。TwitterX もやっております。では今日の問題でございます。大陸プレートがゆっくり跳ね返る現象を何と言うでしょうかスロースリップ、半割れ現象、ヒートアイランド現象。正解した方にはハートマークをつけたいと思いますので、コメント欄に書いて挑戦してみてください。 ではここまでの簡単なまとめを振り返ります、えー、昨日から今日にかけまして千葉の東方沖で新たな地震が発生いたしました最初はマグニチュード4.8の地震が発生しておりますこの地震はフィリピン海プレート北米プレートの境界付近で起こった地震になりますプレートが押されることによってずれる逆断層型の地震が発生しております さらにこの地震だけではなく、マグニチュード5クラス、なんと4連発発生したということですね。そしてそれに加えまして、多数の地震がブワーッと発生しているということです。そしてこの地震がもしかしたら震度7につながるかもしれないということでお届けいたしました。どうしてなのか、それはズバリ、東日本大震災の前兆と似ているからです。 東日本大震災の前兆は、スロースリップ現象、そしてプレート境界付近で活発な地震が起こり、2度目のプレートス、スロースリップ現象が起こり、そして巨大地震が発生しました。千葉東方沖での現象はですね、スロースリップが起こって、プレート境界付近で今活発な地震が起こっているということで、この千葉東方沖での見られる現象は、東日本大震災の前兆と状況が似ているのではないかということで、要注意なんですよということですね。 この巨大地震が起こる場所でございますが、相模トラフです。この相模トラフで、マグニチュード7クラス地震がドカンとですね、起こってしまうのではないかということです。マグニチュード7クラス地震というのは、安西の江戸地震と同じぐらいの地震が発生してしまう恐れがあるということですね。下手をすれば、これあの、安西江戸地震は震度6強でしたが、現、現、今ですね、同じような地震が起こると、震度7が観測されてしまうかもしれないということで、要注意です。 予想されている大地震の場所はもちろんこの、えー、相模トラフですね。えー、メカニズムは、えー、大陸プレートが跳ね返る、えー、地震であるということです。もしこのような地震が発生してしまった場合、津波が、えー、出る恐れがあります。ということで、えー、これ被害拡大する恐れがあるということでありまして、食料や水の確保、避難経路の確認、ハザードマップの確認、これをですね、もう急務であるということでお伝えいたしました。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 これからも地震や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。TwitterX もやっております。それではまた皆様、なんか変なことがあったらですね、すぐにこの動画でお伝えしていきたいと思います。えー、この気を、下手をすればですね、今回、あの、巨大地震の前兆の可能性があるということでね、あの、気をつける必要がありますよということでお届けいたしました。では、次回の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。 さよなら、ありがとうございました。